こんにちは。で、こんばんは。あ、こんにちは、こんばんは。やっほー。今日、エンナでーす。というわけで、ドボンもね、しながらね、やりたいと思います。あ、ドボンって書いてあるか。今日はね、朝からね、ドボンやってたの。そう、朝からやってて、で、メンバーとね、誰とだったっけな、あ、クロスちゃんとかな、あったんだよね、朝ドボンをね。でもさ、朝じゃもうさ、ゆりさ、ほんまに健康的すぎてさ、ゆっくり寝ようと思ったのに、また今日早く起きたのよ。そうで、また早く起きちゃったってなって、で、仕方ないからドボンしようと思って、ドボンメールにも書いたんやけど、ドボンをねしよったの。クロスちゃんとね会いました。マジで早起き癖ついてる、もうやばすぎ。結構長い時間やってたの朝。うん、マジで寒すぎてさ、やばいよね。なんかさっきからめっちゃドボンされる。ゆいの最下位なんやけど、さっきからなんで。なぜに。今ゆいのね、めっちゃギリギリのところなんだよね。14位っていう、しかも15位との差、もうめっちゃちょっと。そういえば昨日小田がね、卒業発表しましたね。いやー、もうエイト、私のお姉ちゃん、もうあやねしかいないです。悲しい。またドボンされた。待って、さっきもドボンされたの、またドボンされた、やばすぎ。なね、なね、
ちゃんがいなくて私も上から2番目になっちゃいました。ねえ、なんかみんな寂しいなって思っちゃうな。でもなんかみんなちゃんと次があって進んでいくためにってすごい素敵と思って、いやでも本当にね面白かったからな。でも春までとかやから、まあ8が10周年迎える頃まではみんなまだ結構いるから、それが終わった瞬間9人とかまでガタンってあれしちゃうか。でもね最近メンバーにも全然合わないんだよな。なんかその武道館の時は合ってたけど、でも合ってたけど選抜とそうじゃないとでは、まあ同じねレッスン上にはいたっちゃいたけど、まあレッスンフリーの時はねバラバラやったからあれやったんやけど、まあ、投資とかなると一緒におりたけど、なんかやっぱりその武道館の前も全然さやっぱり会う機会ないじゃん。ね、なかなか会えないからなと思って、懐かしいな。りんちゃんの家とかでねパーティー、クリスマスパーティーやったんよね。そういえばクリスマスウォッチやったからクリスマスパーティーやったな。そういえば小田ともね、大西の家にね小田とうちと泊まりに行って、大西のお誕生日の時かな、何年か前なんですけど、そう泊まりに行ったりとかね、小田とはあのスポッチャだっけな、遊びに行ったりとかねしたりとかね、もうめっちゃ昔なんですけどねやってたな。懐かしい。めっちゃねりんちゃんの家にも行きたいってずっと言ってるってさ、おい来て来てってすごい言ってくれてるんやけどさ、マジなかなかタイミング合わなくてね。そうなのよ、全然行けてないっていうか、私が勝手に行きたいだけなんやけど、ジリンちゃんの家おしゃれで綺麗やからそうめっちゃ行きたいだけやねんけど、そうまた連れてってって言ってんねんけど、そうみんなでまたご飯やろうって卒業するとなかなかねタイミングがもう完全に あんまり会えなくなるじゃないですか。なんか会いたくてもなかなかね会わないんだよな、ほんとタイミング。それがね、あまたドボンされた、寂しいしなかなか誘いづらいなって思っちゃうんだよな。誘おうとかって思うんやけど、なかなか自分も明確な休みとかっていうのがないやん。結構ギリギリまでさどうなんやろうとかっていうこと多いからさ、そういないなと思って、
今眠たすぎてぼーっとしとったわ今完全に完全に目いってもうてたし、いってもうてたしドボンしてたし、目いってもうてるながらにドボンしてた、一点集中してたわ、ドボンの画面一点集中ぼーっと、怖い。一点集中しちゃったよ。みんなの音声がコメントつくんよね。そうね、確かに。もうゆいなもな、ドボンしてるからめっちゃ口数少ないしでコメントも少ないからね、もうループよ、ループ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 。時間合わせはね、してない。今日事務所に行って、あの皆さんプレゼントいただいてきましたんで、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか行けないかもって思ってたの。だって実際今日本当は福岡公演、大阪公演の週だったから、そう行けない、行けても11月末か12月って言っててんけど、なんか結局無理やったで、取りに行けるわと思って今日取りに行ってきたんですよ、お仕事ついでに。そう、そうなんです。でプレゼントも受け取ってきたのでありがとうございました。送ってくださった皆さん、プレゼントとお手紙と、でもよかった、行けて。マジで行けるタイミングないなとか思ってたけど、でもマジでこの期間休みやから、もう私その1ヶ月ちょっとマジで何の予定も入れられなさすぎてさ、もう武道館と舞台とだったから、もうマジでこの休みやっつって、もう予定入れまくってるからね。またさ握手会とか挟んで、でちょっとだけで、また待つ、海老名やって、だからそう、今のうちやと思って、予定
1日1予定ぐらい詰め込んでる。何やっている。あー、やんでる。あ、うん、ねえも固まりよった、さっき。そう、休みつつ充実。うん、なんかもう今なんかこれ逃したらもうないかなと思って、ちょっと焦ってさ、ちょっと予定をね入れてるんですよね。うん、あ、あ、あ、言ったな。ごめん。え、もう入るの遅い。え、ねえの方が早いやん。なんで？残念。今日ドボンめっちゃ弱いわめっちゃ負ける。ガーン。いや、みんなあれはなしよ、なしなし、そのなんか、メンバーだからみたいなのないよ。みんなも全力で潰しに来るから。そう、全然ないない。自分はすんどしましたって。あ、そうな。ゆさぴーで、ゆさぴー。あくびしか出ないんだけど、寒すぎる。え？うん。じゃあ行くよ、せーの。あ、またやった。
ゆりな、ゆりなファンの人当たったぜ。間違えた。時間合わせはしてないよな。今一回だけ合わせてみただけやんな。今日めっちゃ前髪いい感じ。あれ10分経ったかな。あ、10分じゃない、15分。もう放送られるかな。首しか出ない。みんなもハートがなくなったって、そろそろ。あ、オッケー。じゃあ、また。またね、やります。ランキング13位近い C さん、12位光は 100X さん、11位横吉さん、10位ヤッピョーさん、キャーキッチャーさん。握手会行きましたと。お、今週やん握手会って。待ってる。8位サーモスさん、7位マストさん、6位リッチーさん、5位ザク1973さん、4位シノさん、3位元五郎さん、2位フッちゃん、そして今日の大好きミスター社交辞令さんでした。ありがとうございます。またドポン不意にやります。ユナコメントが動いてたらやれよ、やってるよって。あんまなんかやってよって言ってないけどね。やれよやれよ。みんな本当に協力してくれてありがとう。ドポンすごい頑張ってくださってるのは結果に出てるからめっちゃ嬉しい。だでもなんか 今めっちゃギリギリなんだよね。14位までやんか。14位15位、行き来でしょ結構。しかも僅差。いやー毎回この僅差で負けるでさ、頑張りやす。ゆいゆいなもなんで皆さんも一緒にお付き合いのほどよろしくお願いします。うん、それじゃあみんな今日もまたなんちゃらタイムドボンすると思うんで、ゆりなちゃん、そのみんななんちゃらタイムでお会いしましょう。なんちゃらタイムってわからんけど10時ぐらいのやつでも最近ゆりなちゃん健康的すぎて24時ぐらいまでにはもう睡魔が襲ってきてね、寝ちゃうんですよね本当に。あと朝のね、なんちゃらタイムもね、最近朝早く起きてるから朝もやったりとか、あれまでちょこちょこやらせてもらってますんで、一生
お願いします。じゃあみんなまた明日のショールームで、バイバーイ。